高速道路上でパンクなどの故障によりやむを得ず停車する場合、できる限り本線にはみ出さないよう路肩内に停車しましょう。パンクか。本線車道や路肩を歩き回ってはいけません。車の前後や車内で待機するのはとても危険です。ハザードランプ、停止表示機材、発煙筒で後続車への合図をしましょう。そして速やかにガードレールの外など安全な場所に全員が避難し、非常電話、110番、道路緊急ダイヤルなどで状況を通報してください。道路緊急ダイヤルはシャープ9910です。